キングカメハメハは、日本の競争馬、シュボバ、いわゆる持ち込め馬である。2004年の NHK マイルカップを、レースレコード、東京優秀を、コースレコードで優勝し、JRA 賞最優秀三歳ボバに選出された。2004年の秋に故障によって引退し、翌2005年から2018年までは、ヤシロ大スタリオンステーションにおいて種ボバとして、強要されていた。 2010年2011年日本リーディングサイアート、なった。2003年11月16日、京都の新馬戦でデビュー勝ちを収め、自走のエリカ賞にも勝利した。明けて2004年、初戦の京成杯では、フォーカルポイント、マイネル・マクロスに先着を許し、生涯唯一の敗戦となる三着に敗れる。その後、2004年2月29日に、 出走したスミレステークスでは、7頭立てという、小頭数のレースとなったが、スタート後、後位につけると先行馬を自力で潰して先頭に立ち、後続馬も完封するという横綱相撲で干渉する。この時、新馬戦以来となる手綱を取った安藤勝美は後年、すべてが変わっていた。デビュー時より10キロも体重が減っていたにもかかわらず、雄大に見えるようになっていました。 パワーとスピードが段違いになっていたので、アクションが大きくなっていたんです。それで、体が大きく見えたのでしょうと振り返り、キングカメハメハの成長を実感したという。3月27日に出走した毎日杯では、前奏た綱を取った安藤勝美がドバイワールドカップに出走するアドマイアドンの起乗で、ドバイ遠征したため、福永祐一が起乗することとなった。 レースでは、形成敗で、キングカメハメハに先着をしたマイネルマクロスが逃げ、一番人気の、評判バシェルゲームが二番手につける展開となり、キングカメハメハは、先の二頭を見る形で三番手でレースを進めた。平均よりやや遅い流れの中、先行した二頭を、早めの仕掛けで潰しに行き、あっさりと突き放すと、出走馬の中で上がり3ハロン最速となる三十四秒、後の、 末足で2馬身半の差をつけて干渉した。形成敗の敗戦から中山には不向きとみて、クラシック第一弾となる、サツキ賞を回避して臨んだ NHK マイルカップでは、田綱が安藤勝美に戻り、単勝3.6倍の一番人気に押されたものの、重賞2賞を含む4連勝で、ここに臨んできたシーキングザダイヤが3.7倍の2番。 人気であることから見れば、決して抜けた存在ではなかった。これは、シーキング・ザ・ダイヤの他にも名称ボーラーや、コスモサン・ビームなどメンバーが揃っており、さらにキング・カメハメハ自身が、マイル初挑戦であることも影響していたと、考えられる。しかし、調教師の松田邦ニフサは、黒船と同じローテーションですし、胸を張ってダービーに向かうためにも負けられないレースですと、発言し、 自信を持って、レースに送り出した。レースでは、熾烈な先行争いが繰り広げられ、最初の3ハロンが33秒9、4ハロンが45秒6というハイペースとなった。キングカメハメハは、中段外目で悠々と追走。最後の直線では、大外から一気に先行勢を飲み込むと、あとは差を広げる一方となり、2着のコスモサンビームに小橋審査を、つけて優勝。 勝ちタイムの1分32秒後は、同レースのレコードであった。また、5馬審差の勝利はこれまでの1、3、4馬身を、上回るレース史上最大に差となった。3歳馬の頂点を目指して挑んだ、自走の東京優秀は、両馬場で行われた。主戦の安藤勝美はレース前に、亀は本当に強い。乗り方に注文がつくわけでもありませんし、誰が乗っても勝てる馬ですよ。 どこからでもかかってこいって感じですと語るなど自信を深めてレースに臨んでいた。単勝2.6倍の1番人気に押されたキングカメハメハはマイネルマクロスが後続を引き離して作り出した1000メートル、通過が57秒6というハイペースを中段から追走。レースは残り600メートルの最終コーナーから大きく動き、2番人気のコスモバルクが押して先頭に立った。 ことにより、他の有力馬が一気に進出を開始。キングカメハメハは、青場所を圧勝してきた3番人気のハイアーゲームと、共に、外から進出をすると、直線の坂の入り口で早くも先頭に立った。ハイペースかつ有力馬が、早めに仕掛けたため、最後の直線は消耗戦の様子を呈しており、早めに動いたコスモバルクが、先頭争いから脱落。 サツキショーダイワメジャーをはじめ、先行勢が早々に失速していった。これは、最終コーナーから早めに仕掛けられていたキングカメハメハにとっても、非常に厳しい展開だったが、ゴール前で、ハイアーゲームを競り落とすと、上がり3ハロンを出走場中4番目となる35秒、4でまとめ、後方2番手から追い込んできた、ハーツクライに一馬新半という決定的な差をつけて、優勝した。 走破タイムは2分23秒3で、1990年にアイネス夫人が記録した2分25秒3のレースレコードを2秒も更新した。この NHK マイルカップ、東京優秀の連覇は、調教師の松田国営がこだわり続け、旧社の先輩である黒船、谷のギムレットでも成し遂げられなかった変則2冠である。一方、NHK マイルカップから、 東京優春というローテーションは、馬に過酷ということで、各方面で物議を醸した。この後2008年には、今ツグ旧者のディープスカイが、キングカメハメハと同じローテーションで、NHK マイルカップ、東京優春を制している。秋初戦の神戸新聞杯で敬愛ガード、ハーツクライラを退け優勝するも、出走を表明していた、天皇賞の2週間前に、 右前浅く県園を発祥10月23日に引退が発表された。キングカメハメハはこの年の JRA 賞最優秀3歳母に選出された。2008年10月5日社台スタリオンステーション競争場引退後は国内調教馬としては当時の史上最高額となる総額21億円の種母馬新事計とが組まれ北海道有仏軍阿比町のヤシロ台 スタリオンステーションにタネボバとして繋ぎようされ、2005年より共用されている。2006年7月11日、ノーザンホースパークにおいて行われたセレクトセールにて、初年度産区の搭載品馬が6億円という搭載、世界最高額で落札された。サンデーサイレンスの血を持たないため、サンデーサイレンスの血を持つ繁殖品馬との交配ができることがメリットとされ、2010年には、 年間しつけ投数266投の日本記録を達成している。初年度3区が競争場デビューし、5月29日に朝日川競馬場で行われたルーキーチャレンジをマサノシャルナが制し、3区が初勝利。8月10日にはフィフスペトルが函館2歳ステークスを制し、3区が JRA 重賞初勝利。フィフスペトルを含めた初年度3区は、 勝利数こそ、ゴールドアリュールと並ぶ26勝だったが、トータルでは4億円超の賞金を獲得。フレッシュサイヤーにして2歳総合リーディングを獲得した。アパパネが、阪神ジュベナイルフィリーズを制し GI 初勝利を挙げると、翌週の朝日ハイフューチュリティステークスもローズキングダムが、制し、史上初めて3区が、同1年で、両2歳 GI を制覇。またローズキングダム、 アパパネが、それぞれ最優秀2歳母場、最優秀2歳品場に選出され、優秀賞当時に、雷神、テスコガビーが選出されたテスコボー以来35年ぶりとなる、同一年度に、オスメスの JRA 賞最優秀2歳馬を出した、シュボバとなった。この2頭の活躍を含め、2歳馬獲得賞金が4億円を突破し、シュボバデビューから2年連続で2歳リーディングに輝いた。 前年度に活躍したアパバネが、ヒンバ三冠を達成、ローズキングダムもジャパンカップに優勝するなど3区が GI4 勝を含む JRA10 を勝9勝の活躍。3年連続の二歳リーディングは2010年に3区がデビューしたディープインパクト、アサヒハイフューチュリティステークス優勝のグランプリボスを排出した桜爆心王に次ぐ3位に終わったものの、 全体ではニ位富士奇跡に12億円以上の大差をつけて中央及び全国リーディングサイヤーに輝いた。サンデーサイレンス系以外の種ボバがリーディングサイヤーとなったのは1994年のトニービン以来16年ぶりのことで日本においてミスタープロスペクター系の種ボバがリーディングサイヤーとなったのは史上初のことであった。また11月21日に 京都第4レースでグラッツィアが勝利したことにより、JRA 年間158勝目を挙げ、雲畑の157勝を抜いて、内国産主母場の JRA 年間勝利数の新記録となった。JRA 年間勝利数は最終的に179勝まで伸び、これに地方での8勝を加算して、2010年における中央・地方合わせての勝ち星数を187勝とした。 アパパネのビクトリアマイルでの勝利による GI1 勝を含む10勝12勝を挙げ獲得賞金は2位クロ船に17億円近い大差をつける40億円超えで2年連続の中央及び全国リーディングサイヤーを獲得した JRA 年間勝利も自身が前年達成した内国産守護馬の最多記録を更新する184勝を挙げた ルーラーシップによるクイーンエリザベス2世、カップ、ロードカナロアによる、スプリンターズステークスと香港スプリントと、ジョギー1勝に加え国際 G1 競争でも2勝を挙げた。JRA サイヤーランキングは、この年の11月17日に、内国産主母場の JRA 最多勝利記録を抜き去った、ディープインパクトに次ぐ2位に交代したが、JRA 年間勝利は199勝。 JRA 重賞レース年間十五勝と自己最多を更新した。種付けシーズン途中に体調を崩し後輩を中止したため、種付け数は八十一頭と前年の二百五十一頭から大きく減少した。この年は地方競馬でリーディングサイアーとなった。JRA サイアーランキングは二年連続でディープインパクトに次ぐ二位だったが、ロードカナロアが g i 四勝を挙げた他、 北高たる前が柏記念、帝王賞、JBC クラシック及び東京大賞展をベルシャザールがジャパンカップダートを制した。7月26日、札幌競馬第6競争で栄心のオティスが勝利し、3区の中央競馬通算勝利数が1000となった。2月1日の京都開催で3区が7勝を挙げ、 サンデーサイレンスが保持していた1馬1日の JRA 最多勝利記録を更新し、また同日の東京開催でも4勝を挙げており1日の合計勝利数は11勝。こちらもサンデーサイレンスの9勝を更新する JRA 新記録となった。12月19日には阪神第8レースにおけるクルーガーの勝利で JRA 通算1300勝を達成したが、 これもサンデー・サイレンスの7年11ヶ月22日を更新する7年5ヶ月29日での最速記録達成となった。3区もドゥラメンテがサツキ賞と日本ダービーの2冠を制し、その他レッツゴードンキが大歌賞に優勝。ラブリーデーが宝塚記念と天皇賞を含む重賞6賞を挙げ、リオンディーズがデビュー2000目で、 アサヒハイフューチュリティステークスを制し、2着にエアスピネルが入るなど活躍。しかし、3区の価値数こそ、中央と地方の総合で272勝として他を圧倒したものの、収得賞金の差により4年連続でディープインパクトの後陣を廃止、2位に甘んじることとなった。6月18日の函館 1R で早ヤブプリプリが勝利し、 史上最速での JRA 通算1400勝を達成。1月15日の中山 7R でハイブリッドダンスが勝利し、史上最速での JRA 通算1500勝を達成。また、レーデオロが日本ダービーを制し、リオンディーズのアサヒフューチュリティステークス以来のジョギー制覇となった。3月11日の阪神11。 アールフィリーズレビューでのリバーティハイツ優勝により、史上4投目となる JRA 重賞100勝を達成。5月27日の東京 QR でエアウィンザーが勝利し、史上4投目となる JRA 通算1700勝を達成した。7月15日には通算勝利数が、ブライアンズタイムを抜いて、歴代3位となる1712勝に到達した。 その後、ディープインパクトに上回られたものの、11月17日に、通算勝利数は1758勝に到達し、ノーザンテイストを抜いて、再び歴代3位となった。体調不良により、本年度の種付けを見送られた。しかし、状態の改善が思わしくなく、シュボバの引退を発表。この年生まれた、トウサイバが、ラストクロップとなった。タネボバ引退後は、 高老馬として、引き続き八代大スタリオンステーションにて、つなぎをされていたが、8月9日に死亡した。18歳没。晩年は白内障を患い、目が不自由になっていたことから、人間の糖尿病に近い症状だったのかもしれないと、吉田勝美は推測している。死亡の方を受けて、キングカメハメハの主戦騎士として、 NHK マイルシーや日本ダービーで安状を務めた安藤勝美元騎手はダービーを勝たせてもらったことがかなり強く印象に残っています。絶対に勝てると思って騎乗したのは後にも先にもあのダービーだけでした。そういった精神力の強さが3区にも伝わっていると思います。ロードカナルアを見るとそのことを特に強く感じますね。とても残念ですが。 その決闘はこれからもきっとつながっていくと思いますと語った。JRA は追悼行事として8月11日から全国の競馬場に献花台と基調台を場外勝値馬投票券発売所に基調台を設置した。9月1日まで設置され607件の献花と2506件の基調を集めた。後日それらはオーナーの金子に届けられた。 3区は5月4日に令和初の JRA 重賞となった京都新聞杯をレッドジェニアルが制し、史上3投目となる JRA 通算1800勝を達成している。4月19日の中山 5R でカフェキングが勝利し、JRA 通算1900勝を達成。GI 競争優勝場、編集太都は GI 級競争グレード制重賞優勝場、編集は 地方重症地方重症優勝場、編集太字は、GIQ 競争ハイペースの東京優勝を押し切った、本、馬を、管理した松田国房は、ハロン11秒台のラップをいくつも続けられ、そのどこかに10秒台のラップを織り混ぜることができる、馬です。と語っている。また、主戦騎手の安藤も、あのダービーは、ベストの騎乗とは言えないはずでしょう。普通に強いのであれば、 後ろから来た、ハーツくらいに飲み込まれていたところですからね。どう乗っても、誰が乗っても勝てるほどの馬だったんですよ。と評している。精神面に関しては、高野智和は、どこへ行っても、競馬場に行っても落ち着いてはいましたね。ダービー前も、あの体幹衆の前で落ち着いていました。ダービーを勝つには、これだけ堂々とした、精神力が必要なんだな、と思わされたと評し、安藤も、 能力もそうだけど、とにかく不安がない馬だったね。回収馬にしろ、ゲートにしろ、折り合いにしろ、精神的な部分がドシッとしてたしね。乗ってて安心できると評した。ありがとうございます。